はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。来ましたね、小室さん超出現率アップ、5月12日まで。はい、じゃあ9日目です。12日だから4日間あんだね。どうもちょっとね、安室さんをね、小室さんってたまに呼んじゃうな。そしてここに安室さんはいない。はい、じゃあ今回はね、久々にガシャやりたいと思います。ちょっと本当はサブアカもやりたかったんだけど、サブアカがねちょうど今ね、40白がね倒したとこなんで、ちょっとね今あれ待ちなんだよね、怪盗キット待ちになっちゃってね、ちょっとログインできないんで、あれ一回避けときゃよかったな。というわけで、メインアカウントだけやりたいと思います。ガシャどうだろうね、ちょっと一回運落としたいんだけど、運落とすものもなく。さあどんぐらいの確率になったかというと、おー 1.2%、 シコンのかけら 0.5% あるんだね。 SSS が 0.8%、 ランク SS が 0.75% で、いいね、なんかいいねっていうか悪くなくないか、この確率って。ということでね、覚醒アラジン京極さん、あと覚醒サイガマサル、まあ覚醒マサルだね、この辺をワイポイントアップだよね確か。あとは伊藤もね伊藤も欲しいかな。B ランク結構いいよね。というわけで久々に超出現率アップ、いきましょう。小室さん必殺技早く見たいな。タップでデカプニを作り周囲を消す、あこれいいじゃん。あれか、四天王寺と一緒。欲しい絶対。30連しかできないけど、なんとかしたい。いきなり赤、最近赤から出ないんだよな。もう最近ねガシャ全然ダメなんだ。だ正直ね、ほんと A ランクすら出ないね。すごいねこのガシャ。おやっと A ランク。さああかんねはい、じゃあ20連目いきましょう。よいしょ、お金2個かい。まあね、おお願い。おお、まあ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 、おこまどいてな、突っ張ることがこれで一応ドリームマッチはできるな。おお、カイトキット、いやー大だら、ママミヤ、やっとズクキュン。やっぱ最近ダメだなー、赤最高お願い。ういっ、おっ、お願い安室さん。トラ S マジかまあね、初期のサンデーコラボ正直ね弱かったからね、ほとんどこの辺のゲットできないんだよね。トラ S とか多分牛尾 S はギリ持ってたっけな。ああこの辺が埋まってるけど、ダイダラボッチの隣が埋まってないからな。はい、じゃあドゥ、SS も出ねえ、結構確率いいのにな。さあじゃあラストいきましょう。まあしょうがないね。ああよかった、とりあえずなんか金があるだけでも。おー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 、4個ある、4個あるのになぜ青が2個もある。さあ行こう、金4個なんてほんと久しぶりだな。なんか今回のガシャすごいよね、 A ランクがあんまり出ない。あ出たか、チョコバナナ、ランマが出ちゃった。さあ金4個いきましょう。
いいよ。ながらじゃ。いいよ。お、頼むマジで。アムロさん。アムロさん。引きこもりだった。引きこもりでもまあ持ってなかったんだね。引きこもり今ね、アニメで、ニャーキングデッドの時に今活躍してるよね。引きこもり、ゲットしなかったんだね。さあ、ラスト2個ですね。いきましょう。うーい。ああ、牛 OS。ラスト、お願い。ポン。にゃー、引きこもりダブルでした。ということでね、なんか、もう10連すれば出そうな気がするけど、ラストじゃあ単体一発いってみる。デレレレン。まあね。ええー、たこ焼き。やっぱツッキやねん。ということで、まあやっぱりね、ガシャは縁がなかったね。はい、まあ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 。ということでね、今回も結局特攻なしは変わらずって感じかな。うん。はい、そしたらね、まあドリームマッチやって終わりにすっかな。ドリームマッチどうよって感じだけど。でも今回って結構ありがたいのが、白金がね、ワイポイントなしで交換できるんですよね。だから、まあ、たとえ怪盗キットがゲットできなくてもね、この覚醒白金ね、これ攻撃力アップで、プリッチじゃなくてニョロロンのね、攻撃力アップで、でかいんでね、ファイナルファンタジーの時も、ポイントなしで交換できたし、まあまあまあ、いいよね。前回の一星の時はね、うん、ダメだったしね。で、今回一応リツイート報酬もね、今、5000まで溜まってんのか。あと頑張ってね、5月17日配布ということで、まあ次のイベントは、まあ、ワイポイントね、まあ最低でも今のところだと5000ポイントゲットしてから始められるんで、まあまあ今回のイベントで回しちゃってもいいのかなっていうところはあるけどね。頑張ってね、リツイートしてね、なんとか9000まで行きたいね。あと7日間あるんでね、なんとかね、9000あったら20連できるからね、それで次のイベント行きたいなと思いますね。うん、じゃあドリームマッチ行こうかな。これどうしようかな。こいつでクリアしたら、あと牛尾だけになるんだよね。で、牛尾1000ポイントでスキルの秘伝書をゲットする意味はあるか。スキルの秘伝書やっぱでかいよな。ボス戦とか今後ギリギリの戦いが来た時に役に立つかもしれないね。よいしょ。いやー、今日から俺ずっと見てなかったな。サンデー読んでたけど、ヤンキーもの苦手だったんだよな。よいしょ。さあ、必殺技はどうなんだろうな。伊藤クロスチョップ、コナンと一緒だ。横一線だね。ラムちゃん雷攻撃、ランマは飛竜昇天派か。飛竜昇天派、なんか昔ランマの格闘ゲームあったよね。モーコなんだっけ。モーコなんとか派で確か土下座するとかじゃなかった。さあ、これでおしまい。スナックワールド復活しねえかな。うわー、ゲットできなず。という感じで、またワイポイント貯めるしかないな。もうガシャには縁がねえぜ。はい、ということでね、これで、あ、白金出てきちゃった。そっかそっか、レベル44になっちゃっただけどね。
トリュマチでゲット、100ポイントゲットですね。もう一連できるね。ね、牛を交換するよりもなんかもう一回回したいな。単発回しちゃうか。牛をがね、1000ポイントだよね確かね。牛を殺生丸ね。あれ殺生丸って交換したような気がするけど、あれこっちにも殺生丸いて、あこっちにも殺生丸いるんだ。牛を、あいた。牛尾は1100ポイントか。1100ポイントでドリームマッチラスト、スキル、スキルの秘伝書を1100ポイントで買うか。まあちょっとね、少し悩みたいな。ちょっとガーシャン最後単品で、単発で出ましたって言いたい。うん、ダメか。そんないいことは。うわ、シンドバッドだ。これは、え、これは何なの、これ前回、あ前回だな。なるほど最後に SS 来たかってことで今回32連で SS3 体だったな。なるほど、シンドバッドは特攻じゃないのかな。シンドバッドは特攻じゃない。特攻あるとね、やっぱでも安室さんが良かったな。 Y ポイントアップが。シンドバッドは、シンドバッドはないね。アラジンだもんね、覚醒アラジンだもんね。 Y ポイントアップもこれだもんね、これだもんね。アラジン関係ないね。はい、ということで今回32連やってみました。皆さんどうだったですかね。よろしければコメントなどで教えてください。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは引き続きおはじきイベント頑張っていきましょう。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。残念。